はい、パシェ匂い袋の効果なんですけれども、この原材料となっている植物によって効果や効能は異なってきます。柑橘系の植物はリフレッシュ効果、ストレス解消効果が期待できます。またハーブ系の植物はリラックス効果や鎮静効果、消臭効果、安眠効果があります。皆さんはどのような匂いがお好きでしょうか。はい、今日は先ほどお見せした大きさのものを作る材料のご説明をさせていただきます。先ほどはオーガンジーと言われる薄手の生地です。こちらが37センチ ×14 センチのものを1枚。そして紐が35センチのものを2本。中に入れていますのがペーパーフラワーと言いまして、こういう感じの100円ショップで買ったものなんですけれども、紙で作られたフラワー。そして、アロマオイルですね。お好きなアロマオイル、こちらの方で作っております。大きさも中に入れるものも皆さんがお好きなものに、好きな大きさを好きなものにしていただけたらと思います。例えばお好きな匂いの、石鹸を削って、こう透ける素材のものではなく、こういった感じの綿ですね。これ100円ショップで買った布なんですけれども、こういう綿の素材で作っていただいて、中に入れていただいてもいいかと思います。今日は今まで3回やった中で一番簡単です。この波縫い一つ。使っていきます。作り方なんですけれども、こちらは先ほどの大きさのものの作り方になります。こちらが 7.5 センチ。先ほどのこの上の部分ですね。この上の部分が、紐より上の部分が 2.5 センチになるように、この寸法が決めてあります。2.5 センチプラスこの折り曲げ分で 3.5 センチ、1.5 センチ。この分がここになります。この1センチというのが紐を通す穴になります。今回、最初に見せたこちらの方は、2本通ってますけども、もう一つのこちらのように1本通す場合は、ここの穴は片方だけで大丈夫です。端から1センチぐらいのところを並縫いでチク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 と縫っていきます。ここが縫い終わりましたら、今度はこの紐が通る部分を作っていくんですけれども、まずはここの下、折り曲げたこの際のところですね。折り目の際のところを一本縫っていただいて、その後ひっくり返して、この上のもう1センチ上の部分を縫っていただくといいかなと思います。この際、ここの縫い目は割っていただきます。で、一本縫ってひっくり返して、もう一本縫ったら、サイドの穴から紐やリボンを通して出来上がりです。先ほどの大きさが横が12センチ、縦が 13.5 センチのものになります。ここが 2.5 センチ。ね。はい。じゃあ、先ほどの生地ですね。こういう感じの生地、薄い生地なんですけれども、こちらの、見えますかね。こちらの部分、今半分だけ塗ってあります。こちらの部分を、もうあと半分塗っていこうと思います。あ、そうですね。最初、ここの部分を 3.5 センチと 1.5 センチのところを、アイロンなどでこうやって折り目をつけておいていただくと、あとが楽になりますので、アイロン等で折り目つけてください。は、先ほどの、ね。この端っこから、いきます。ちょっと失礼します。縫い始めは一つ、やはりこういうふうに返してください。で、こんな感じでチク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 と縫っていきます。で、この今、ピンをつけたところが 7.5 センチプラス1センチのところに私は今なっています。で、その1センチ手前までこうやって縫いました。で、この縫い終わりも一針、あ、ごめんなさい、見えないですね。一針返していただいて、縫い止めます。今度、この
今、私が気に入ったところ。ね、ここからまた始めていきます。ここから、最後までいきます。はい、最後まで行ったら同じように、シュッと、一針針目を返して、はい、縫い止めて、縫い止めていきます。はい、失礼いたします。こんな感じですね。で、これが終わりましたら、この縫い目を割っていただいて、ここが終わりですね。こうやって割っていただいて、さ最初に折り目をつけたところで折っていきます。こんな風に折っていきます。今すいません。折ったものがこちらになります。はい。で、こちらの今度は、ここを端っこを縫っていきますね。では、動画の準備ができたようなので、実際の動画の方をご覧いただこうかなと思います。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、 SNS でのシェアもよろしくお願いします。